佐川正人博士は1943年徳島県でお生まれになりました。いつも何かを考えることが好きだった博士は、小学1年生の時、湯川秀樹博士のノーベル賞受賞に衝撃を受け、いつか自分も科学者になりたいと思うようになりました。中学生になる頃、父親の仕事の都合で神戸天ヶ崎と移り住みます。高校時代は陸上競技に熱中、友人たちと人生について語り合うなど、多感な青春時代を送りました。そして1961年、子供の頃からの夢だった科学者を目指すべく、神戸大学工学部電気工学科に入学します。しかし修士課程に進む段階で、研究分野を材料科学へ変更することを決意。応用物理学科の永田三郎先生の門を叩き、その実験を重視した講義を受けながら、材料科学者としての第一歩を踏み出したのです。その後1968年には東北大学の博士課程に進学、金属材料工学の研究を4年間続け、1972年富士通の研究所に入所します。富士通では磁性材料を研究するチームに配属され、初めて磁石と関わることになりました。安くて資源豊富な鉄を使った化合物を強い磁石にできないだろうか、そう考えていた矢先、ある研究会で東北大学浜野博士の話を聞きながら、一つのアイデアが頭に浮かびました。それは鉄と鉄との原子間距離を広げて、その間により小さな原子を入れ、キュリー温度を上げてやれば安定した磁石になるというものでした。自らのアイデアを実現すべく、休日や就業後の時間を使って実験に没頭した結果、すぐにネオジム、鉄、ボロンを組み合わせた化合物が強力な永久磁石として有望であることが分かりました。しかし、この化合物を磁石化させるにはさらなる研究が必要でした。1982年6月、佐川博士は研究を続けるべく、磁石を得意とする住友特殊金属に転職します。久子夫人の助言で直接会社に電話を入れ、当時の岡田社長の知遇を得たことが入社のきっかけとなりました。転職という不安な時期を支えてくれたのは、他でもない家族の明るい笑顔だったと博士は言います。職場の仲間たちとともに実用化研究を進めて3ヶ月。ついに世界最強の永久磁石、ネオジム磁石の開発に成功したのです。最初の発想からわずか5年弱のことでした。その後、ディスプロシウムを加えることで耐熱性を改善したり、各化合物の結晶方向を整えるなど、製法の工夫や改良を重ね、ますます磁気特性を向上させることができました。そして磁力の強さは、それまで最強とされていたサマリウムコバルト磁石をはるかにしのぎました。1983年10月、アメリカ磁石研究の権威カール・ストゥルナット教授が座長を務める国際会議がピッツバーグで行われました。ここで佐川博士は初めてネオジム磁石について学術発表を行い、聴衆から大喝采を受けたのです。その後も毎年世界各地の国際会議に招かれ、ネオジム磁石は世界中で大きな反響を呼びます。1985年から量産化され始めたネオジム磁石は、当時の欧米化の流れに乗って急激に普及しつつあったハードディスクやプリンターに使われ、毎年生産量が倍増していきました。
その後博士は1988年に住友特殊金属を退職し、自らインターメタリックス社を京都で設立。コンサルタントとして磁石メーカーなどからの技術指導要請を受け、世界中を飛び回ることになりました。2003年からは京都大学桂ベンチャープラザに移り、ネオジム磁石の弱点を克服するための長年のアイデアをもとに研究活動に専念。ディスプロシウムの使用量を減らしても耐熱性を上げることができる技術の開発と、その実証プラントにも成功しています。機器の小型軽量化、高い効率化が実現できるネオジム磁石は、現在携帯電話やパソコン、エアコンなど家庭にあるごく身近な製品から、エレベーター、運搬機、工作機械といった私たちの社会生活を支えるさまざまな機器にまで利用され、省エネルギーに大きく貢献しています。さらに近年ではハイブリッドカーや電気自動車のモーター全てに使用されるなど、地球環境問題解決への貢献に世界中から大きな期待が寄せられています。研究とは考えることです。頭で考えたことが人々の役に立てることの素晴らしさをどうか実感してください。その上で社会の役に立ちたい、自分が中心になりたいという自意識や自己顕示欲を大切にしてください。私は研究によって自分はこういう人間だと理解できるようになりました。このことを実感し、科学技術者を目指す若者が増えることを強く願っています。